Hey, what's up? キャプテン虎次郎です。今回は役立ってかっこいい戦闘中のかっこいいシーン集10選というテーマでお送りします。今回も質問相談いただいております。虎次郎さん、いつも配信楽しみにしています。これは相談ということではなく、野良で出会ったかっこいい皮下戦について共有したくメッセージしました。先日野良タンクで古城アムダプールに行った時の話です。タンクの私は戦闘行きながら一瞬右左を間違えました。その後パーティーにいた方が進行方向の間違えやすい場所に ABC と順番にマーカーをつけてくれました。特に何かを言うわけではなく、さりげなくです。男女に慣れていなくてもタンクとしての仕事を全うさせてくれる光る先輩皮下戦でした。いつか自分もあのようなさりげない皮下戦になりたいと思った次第です。トラジオさんは野良で出会った人で、あ、これ真似しようとか、こうありたいと思った皮下戦の行動ってありますでしょうか。なんとなく気持ちいい ID 体験を共有したかったのでメッセージ送りました。これからも配信楽しみにしています。いやー、いいですよね、こういう出来事。自分もね、結構こういう経験あるし、まあ自分が実際に経験したことや、これいいと思ってパクって実際やってるってこともあるんで、それをシェアしていきたいと思います。戦闘中のかっこいい新種10選、1つ目、自分にマーカーをつけるタンク。タンクが自分にマーカーをつけることで戦況を把握しやすくなります。例えば ID で初心者と組み合った時にタンクにマーカーがつくことで位置取りしやすくなったり、ギミック回避時に指標になったり、まあ、ピクミンしやすくなります。高難易度でもタンクがどこにいるか把握できるし、 MTST の位置を利用するギミックやスイッチ時など周りから見ると判断しやすくなる材料でもあります。これ基本ほとんどつくことはないんですが、メンバーの動きやパーティー状況を判断して自分にマーカーをとっさにつけることで有利に動くことが多いので、これは便利だなと思いました。かっこいい新種2つ目、敵にマーカーをつけるタンク。これは序盤の ID で自分が実際にやったんですが、低レベルの ID だと範囲攻撃は揃っていないので、かっこ撃破がいいやっていう風になることがあると思うんですけども、その際にどの雑魚から殴ればいいのか順番に数字のマーカーを順番につけていったことがありました。バラつきがあるとかっこ撃破の効果が薄くなるんで、素早く倒すためにも同じ敵を攻撃しようっていう指標にはなるんですが、結論言うと今ではぶっちゃけそこまで見なくても火力で押せることが多いんで、気にしなくてもいけます。当時初心者の自分でもできることはって思ってやったことなんですけども、毎回手打ちでマーカーを 1,2,3 とつけながらの戦闘なので、労力に見合っていないっていうことでやらなくなりました。今現在ここまでやるっていう人を見かけたらぜひ応援したいんですが、最近まとめ狩りが流行している中で、まあ、そもそもかっこ撃破をすることが減りましたので、見かけることはほとんどないと思います。かっこいい新種3つ目、スタンを使うタンクと DPS。 タンクはローブロー、 DPS はレックスウィープ。どちらも雑魚敵に対してスタン効果があり、3秒間敵の動きを止めることができます。これって一定時間敵の攻撃を受けなくなるんで、事実上防御バフになりタンクの負担が減ります。あと最近多いのはまとめ狩りをしている時に雑魚が範囲の広い AOE 攻撃をしてきた時にこれで止めるとめっちゃ助かります。特にまとめ狩りをしている時はそのエリアの行き止まりで突っ走ってるってことが多いんで、壁際で AOE が非常に避けづらい時にこのスタンを駆使して止めることで被弾を抑えつつ、さらに近接ジョブならそのまま殴り続けることができるんで、効果が非常にでかいです。タンクと近接 DPS が使えるんで、パーティー一緒になった時に互いに駆使するだけでもそこそこ快適になります。ただし白魔同士がいてホーリーを複数回入れるとスタンに耐性ができて入らなくなってしまいますが、ダンジョン攻略においてホーリーが最強。かっこいい新種4つ目、リカバリーの早いサブタンク。トーメッセンルレなどでたまにメインタンクが落ちる時があります。そんな時にとっさにサブタンクが挑発して、メインタンクの代打といった動きの流れを見た時にナイスって思います。意外とメインタンクが落ちたのを気づかなかったり、挑発してもスタンス入ってなくてヘイト動いたりとありますが、冷静に17体を見かけた時はナイスって思います。ボスがタンクに対しての強範囲攻撃をしてくるのをみんなで食らうと仲良ししちゃうんですが、とっさの対応でパーティーを救う、これぞタンクの鏡と言える動きかなと思います。かっこいい新種5つ目、ヘイトトップの男気 DPS。 ID ならタンクが戦闘不能の時、トーメッセンなどではタンク2名両方とも戦闘不能の時、次に敵が攻撃してくるのはヘイトトップの DPS かヒーラーです。まあ大体は DPS がトップになることが多いんですが、この DPS がタンクに近い動きをするとナイスだと思います。例えば被弾しつつもタンクと同じ位置の北側に立ってギミックを誘導してパーティーの混乱を防いだり、
ブラッドパスやナイタンを駆使して延命したりしているとかっちょえーってなります。まあ、高難易度だとよくある例なんですが、ヘイト1位と2位のタンクの両方が落ちた時にタンクしか耐えれない攻撃で対象者に強力な範囲攻撃が来た時、この時はヘイトトップ DPS が気づいていないということで、基本ボスの後ろに固まってるパーティーメンバーもろとも一緒に被弾して壊滅してしまうってことがありますが、これにとっさに対応する DPS の人は自分一人だけ外周へ走って味方を巻き込まずに孤独で戦死するという男気ある行動を行う人もいます。これが決まるとかっこいい。かわいそうやけど。かっこいい新種6つ目。移動技を駆使する DPS。DPS にはそれぞれ移動技というものがあります。ないジョブもあるんですが、これを活用した立ち回りを見ると、お、すげえってなります。基本は敵をターゲットして突進して接近するものが多いんですが、そこに癖があるのはリーパーと竜騎士と忍者。いずれも自分の好きなように方向を決めて動けるんですが、感覚をつかむには練習がいります。DPS はできるだけ火力を出したいっていうので、AOE など範囲の予兆が見えてもギリギリまで殴りたいっていう習性があります。普通に避けるなら殴るのをやめて走って避けますが、より火力を出そうとギリギリまで殴り、そこから移動技で瞬時に移動するというテクニックがあります。これをやってる人見かけたらナイスと思いますが、たまにミスってあさっての方向飛んでったりとか、外周の床に突っ込んで戦闘不能になる人を見かけたら、ルイゾワスマイルになります。かっこいい新種7つ目。蘇生の速いヒーラー。シンプルに蘇生が速いヒーラーはよく状況を見ている人だなって感心します。蘇生が速いってことは迅速魔を使っているはずなんで、即座に対応している人だっていう印象です。自分もね、極力は迅速魔残すようにしますが、移動をしながら回復したい時に使ったりするってこともあるんで、相方の蘇生が速いと申し訳ないけどありがとうって思います。あと赤間同士がいて蘇生が早いとマジで感謝です。召喚士で迅速魔使って蘇生入れてくれるともっとありがとうって思います。かっこいい新種8つ目。強アビリティを駆使するヒーラー。レベル90での話になりますが、ヒーラー全ジョブにある強力なアビリティ。白魔同士ならベル、先生ならマクロコスモス、学者なら疾風怒涛の剣、賢者ならパンハイマー。いずれも癖があり、リキャストも長いんで使いどころが限られるし、正直ノーマルコンテンツであれば余るようなアビリティなんですが、これらをうまいこと駆使するヒーラーはすげえって思いました。どれも癖は強い分回復が強力なんで、これを利用して攻撃に転じるってこともできるんで、無駄なく利用するのは優秀だと思います。まあノーマルならね、特に使う必要ないしとか、なんか使ったら負けって意見も聞いたことはありますが、あるものを利用して最大限に力を発揮する方が本当の意味ではうまいと思いました。かっこいい新種9つ目。救出を使うヒーラー。これは正直賛否両論がありますが、救出して本当に人を救出してる人を見かけた時はうまいなって思います。自分は実際にヒーラーやってから知ったんですが、救出できるヒーラーはうまいヒーラーって話を聞いて、なるほどって思いました。知らない人からするといきなり救出されてびっくりしてなんか不快だったって話もありますが、基本は人を救うためにやることなので、ありがとうって思っとくといいのかなと思いました。特に高難易度ではギミックミスした人を救うと攻略できるかできないかのレベルなので、高難易度に関しては重宝するのかなと思いました。そして最後のテーマ、先を読むヒーラー。救出に近いんですが、先を読むヒーラーはすげえなと思いました。救出もギミックと味方の動き方とか少し先を見てないととっさにできないと思うし、先制術師とか学者に関しては事前に準備するという特殊な回復手段が多いので、ある程度コンテンツの流れを把握しないと対応しづらいってこともあるので、その辺連動を積んである程度先を読んで動けるヒーラーはすごいなと思いました。このレベルになると結構長く遊んでるヒーラーでないとなかなか感じづらいのかなとは思います。はい、ということで今回の動画は以上になりますが、他にもこんなかっこいいやつがいたっていうね、発見がある人はコメントに書いていただけるとシェアしやすいです。それでは今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。